勝手にしろ。あ、待ちなさい。とりあえずこの方を警察に引き渡さないと。犬さん大丈夫？全くです。内容を覚えていますか？頑張って思い出し。犬さん。ちょっと今のやつ、未来の出来事、うん、母に教えて助けてもらう。でも来た。父トイレ行くのに髪持ってなかった。え、今頃ピンチだっ。爆薬らしきケースも確認した。こちらブラボー、同じく。どうする。階段が始まるまで残り2時間。爆薬の隠し場。敵の人間性を否定し殺し続け。大学では戦争。見てろよ豚どもが。どいつもこいつも吹き飛ばしてやる。見つけた、あの尖り時計のとこ。犬さん、あっち。犬さん、さっきの映像もう一回出して。あ、ごめんください。あの時計がゴーンする前、30分急がないと。悪者の。早く中に入れ、クソ犬。急いでんだ。俺の即席トラップ。爆発で多少の犠牲が出るかもしれないが、大義のため。おそうなさい。ドア開けたらどかんする。爆弾線ガガン、全部黒い線。でも父死んじゃったら、アーニャも平和も大ピンチ。なんだあれ、血文字。やった。未来救った。嫌なのかな。何かメッセージ。じゃあこれはナスじゃなく爆弾だったのか。危なかった。その場を離れた方がいい。結局キースは見つ。ワイザーまだ犯人を殲滅できとらんのか。使えんれ。うん。大臣、服を借ります。うわっ、なんと。大臣、ルートを変更。確認した、グレーのクーペ。やられた。ヨーロッパだ。あれか、自ら車を降り。訓練。西野大臣すげー。あのおっさん60だぞ。くそ、見失う。終わりにしよう。